こちらゴール地点、一般車はいないぞ。いつでも OK だ。池谷、いつでも行けるぜ。よし、それじゃあカウントを始めるぞ。スタート10秒前。頼むぞ、ラグビー。ケイスケ、特等席から今日のバトルを見物させてやるよ。急げ、もう始まるぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴー。3人が先だけど、タクミだって遅れてないぜ。来たぞ。シートベルトはつけておけよ。ルクシーだ。高橋涼介が飛び出しに行ったぞ。2台の後ろを追走する気だ。なんてこった、三つどもえのスーパーバトルになっちまうのか。いきなり群馬最速決定戦になっちまうのかよ。GTR のドライバーちゃんと踏んでないな。俺を待ってるのか。ストレートでちぎったらもったいねえだろ。俺はバトルがしたいんだよ。本当のスタートはコーナーに入ってからだ。中里のやつ、アクセル緩めて86を待ってるぜ。その余裕が後半で命取りにならなきゃいいがな。来た、第一コーナー3台繋がって突っ込んでくるぞ。すげえ、文太の言った通りじゃねえか。あんなオーバーアクションなカニ走りでこの俺についてこられるわけがねえぜ。して近くで見ているとまるで芸術だな。あのドリフトはほとんどカウンターを当てない全開の四輪ドリフト。あれがどんなにすごいことかわかるか。やつは86という車を限界領域でまるで自分の手足のようにコントロールできるんだ。俺でもあそこまでは FC をコントロールできていない。感動的だ。それでもじりじりと中里に離される。このバトル勝てないのか。これだ、この感じ。全身の血が沸騰したようなこのハイテンション、これこそバトルだ。とことん突っ走るぜ。どこまでついてこられる。